どうもこんにちは、特化軍です。本日はこちら、カップラーメンをお湯なしで作る防災術です。お湯がない時でもカップラーメンを食えると、まあ有名な方法かもしれません。まずこの基礎からね、これ基礎ですから、うん、そういうやばい時になったら、はい、お湯はちょっと出ないわけですからね。まず知っといた方がいいですね。この基礎からまずご紹介した後に、私たちが何とか模索してみたいと、そうか、って思って、はい、まずは、じゃあどうやるんでしょうか。はい、水入れます。やっぱりやっぱり水入れます。超簡単、開封開封しゃあ、おーおーおお、まあまあまあ、いつものね、普通に冬の冷たい水です。もう爪めっちゃ冷たいですこれね、霜張ってます、はい、じゃあ行きましょう。投入準備、投入準備、投入、うーわー、なんかちょっと悲しい気持ちもあっていますね。あのいつものシュワシュワって音聞こえない。お湯だったね。あ、線まで入れる派ですか。はい、水入れました。入れるとこんな感じですね。うわー、ただただ浮いてる。こっからおよそ、15分待ってみましょう。水道水の方がさ、今さ、この室温より低いわけじゃん、はい、逆に今開けた方が、室温の熱が入るから、この場合閉めねえ方が早いんだろうな。開けて、開けます。フルオープンで、時間の経過。オープンリーチ。あ、ちょっともうなんか膨らんできた気がしますよ、ほら。吸ってます、吸ってます、吸ってます。はい、あ、なんか気持ち吸った気がする。もう食えるんじゃないか。いや、もうそれ言ったら何でもありだろ。15分経ちました。結構ね、吸いました、吸いました。普通に出来上がり、もう湯気ないだけで消えてますよ、うん、もう出来上がってる感じがある、はい、さあ、いただいてみましょう。前箸で持っていきます。汚ねえ箸だな、おいおい。そうっすか。ちょっと待ってくれ、上の方の箸何があったんだお前。ではいきます。じゃあいきましょう。さあどうですか。結構 浮いてきてる。うん、あれお母さんのぎゅうぎゅうに詰めたさ、ご飯って、弁当のご飯ってたまにこうなるよな。結構硬いっすね。硬いっすね。あ、硬い硬い硬い。そうそう、上が特に硬いっすわ。下の方はね、なるほどなるほど。あー、かって、その麺の上の方がね、とにかく硬いですよこれ。わあ、行ってみよう。15分じゃないのか、もしかして。なんか型が残ってる。いや、あの芯は多少残っておりますけども、うん、全然食べれますよ。ああ、やっぱり、うん、ちょっと冷たいですけど、あの味はもう全然変わらないですよ、うん、いつも通りただただカップラーメン食ってる感じ。錦鯉なんだよ。CM 狙うのよ。 CM これかな、いつでもやるよね、頼まれたら。崖でもやるわ俺。 リペリングの途中でやるわ、食えるわ俺。海の中でやるわ。なんでだよ。一番無理じゃねえこれ。散るよ、汁散るよ。サメこの辺にコポ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 コふわーって、あの魚だけ集まってくる。そこでもうまいっていう。うまいんだ。海水食ってんのかわかんない。どうも、ミリタリー界の貝原雄山こと小野寺です。貝原さん、はい。カップラーメンはどうなんですか。カップラーメンも食べますね。あ、そうなんですね、うん、高級カップラーメンからね。ああ、なるほど。こういった低温のカップラーメンまで食べますよ。でもないよ。見てください、この動物性の脂肪分がもうね、固まってきてます。そう、油がね。あー、ほんと、さっき言ったけどね、うちのお母さんのお弁当思い出した。ばっこりいける、うん、こうね、弁当のね、うん、米パンパンに詰めすぎるから、うちのお母さん、うん、箸刺すとね、パコンってこう米がね、蓋のように蓋のようにね、で、かじるっていうね。アイスバーのようにさ、こんな感じでね、バリ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 っていう感じです。うん、うん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 、まだあるまだある。まだ今、うん、お、普通に美味しい。そんな思ったより気にならないですね。まあ、あの冷麺とかありますからね。芯は程よくあのサクサク残ってますけど、うん、バリバリではない。うん、麺です、うん、普通にあのカップラーメンです。それね、温度だけ違う感じ、うん、最高。やっぱ冬だよね。低温ラーメンといえばやっぱ冬ですよ。低温ラーメンって言葉あんのかよ。あれみたいに言ってっけど、あの自衛隊のさ、冬季訓練とかでも、うん、パック飯もらうんですよ、うん、ね、温めてもらった一応パック飯なんですけど、うん、あのバッグとかにね、入れてるうちにね、うん、めちゃくちゃに冷たくなってね、うん、あの米の角とか凍ってますからね。あー、うん、パックからこう凍ってる米をこうシャリッとこうかじるっていうこともありましたよ。シャーベットのようにね、はい、うん、15度とかのラーメン、うん、熱いっす。俺にはやけどしますわ。はい、終わりましたけれども、極限の状態では、お水で作れたらいいんじゃないでしょうか。もうちょっとね、早くできる方法とか模索してみます。それじゃあまた。